死児公領は、戦国時代の武将、毛利氏の家臣。通称は、太郎三郎。授領名は、光介之助、大倉将友。秋国史事上主。史も元吉の子で、弟に口葉通り領がいる。子に、史事広長、坂本忠など。本姓は、大江氏。家系は、毛利氏の初家で、代々の毛利氏へ当主を補佐していた坂氏の一門。父。 元らの代から、支持師を名乗る。応仁元年、支持元吉の子として生まれる。毛利京元の代からもう年家執政を務めていたが、京元の弟、元成の企量を早くから見抜き、信仰を結んでいた。栄昇十年には、十七歳の元成が四十七歳の校領に差し出した、希少文では、両者がよく協力しつつ、主君である。 京本に忠説を尽くすことを誓っている。高領が元成を波の人物ではないと見抜き、年若い元成に起承文の提出を求めて、一人前の武将に育て上げていったとされる。毛利京本と着手の毛利行松丸が溶接した後、毛利元成とその弟、総合元綱との間で争いが起きると、元成を指示して、他の十四人の宿老と共に署名した。 起承文を提出し、かつ、足利将軍家の同意もいち早く取り付けた。その後、元綱を擁立した宿老の坂広秀渡辺正の無本はあったものの、元成に無事家督を相続させることに成功。本家筋の坂公衆が、愛愛元綱を要して無本した際には、元成方として鎮平する側に回ったため、乱の後に、次男の四字広正に途絶えた坂氏の名跡を継がせて、 本家を継承せしめた。以後の公領は、元なりの軍師的な役割を務め、さらにはその子、流言の貢献役を務め活躍する。協力5年7月13日の毛利子家診断32名が、互いの利害調整を元なりに要請した、連所期承分では2番目に、指示光付の助公領と署名している。工事3年7月1日に91歳の長寿で死去。 天文8年に、弱視、広長に先立たれていたため、着村の指示もとやすが後を継いだ。ありがとうございます。